はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第144回をやっていきたいと思います。今回は均衡というテーマです。で、前回ですね、囚人のジレンマというのをやったんですけど、それとね、全く同じ理論のものをもう一回ちょっとやりたいと思います。で、このことからですね、現実の均衡と理論的な均衡とっていうのを見ていきたいと思うんですけど、今回はですね、2つの企業、2つの会社があるということです。 A 社と B 社ですね。 A という会社と B という会社と2つあるということですね。で、 A 社が価格を維持する、 A 社が値下げをする、 B 社が価格を維持する、 B 社が値下げをすると、まあそういう図だというふうにしてください。そうしたときに A 社が価格を維持して B 社も価格を維持したら、 A 社は5億円利益がありますと、 B 社も5億円利益がありますと。 A 社が価格を維持して B 社が値下げをした場合は、ね、当然消費者からするとね、全く同じ商品だったら当然安い方がいいに決まってるわけなので、お客さんは一気にこう B 社の方の商品を買いますよね。そうすると B 社は10億の利益を得ることができて、A 社は利益が1億に減ってしまいますよということです。で、逆に A 社が値下げをして B 社が価格を維持した場合は、ね、今度は全く同じ商品だったら値段が安い方がいいですから、お客さんが A 社の商品に殺到して A 社は10億の利益を得ますと、 B 社は1億しか利益が得られませんと、まあ、5億の利益が1億に減りましたと。で、 A 社も値下げして B 社も値下げした場合は、 A 社が2億の利益で B 社も2億の利益になりますと、まあ、そういう構図だというふうにしてください。そうしたときに、前回囚人のジレンマっていうのをやったんですけど、相手の対応にかかわらず、ね、自分たちのことを考えると、この環境とか他人のことを考慮して自分たちのことを考えると、ね、値下げした方がいいんですよね。その維持したら5億円ですと、でも値下げしたら10億ですということであれば、ね、B 社が維持した場合は自分たちは維持で5億円、自分たちが値下げすれば10億だから値下げの方がいいわけです。で、 B 社が値下げした場合は、ね、1億の利益しか得られないんだけど、自分たちも値下げすると2億得られるんですよね。で、5が10になる、1が2になるってことであれば、 A 社は B 社がどっちを取っても自分たちは値下げした方がいいということになります。B 社も全く同じなんですよね。 B 社も全く同じです。 A 社がどっちを取ったとしても自分たちは値下げした方がいいということになるわけです。ということは、ね、現実的にはこういうふうになるっていう可能性が高いんですよね。 A 社も値下げして B 社も値下げした方がいいという可能性が一番高いわけです。で、現実的には A 社 B 社ともに値下げをして2億円ずつで均衡するということが起きやすいわけですよね。でも本当はですよ、理論的にはここが一番いいですよね。本当は A 社も B 社もここを取りたいわけですよ、ね、自分たちも維持して B あの、ね、あの自分たちも維持して相手も維持してくれたら、ね、5億5億で、ね、利益が、ね、増えるわけですよね。値下げ値下げだったら2億2億しか利益が取れないわけですけど、維持維持だったら5億5億って利益が取れるわけだから、できればこっちを取りたいわけです。ね、でも自分たちはそう思ってたとしても、相手だけ値下げされてしまうと、ね、10億の利益を相手に持っていって行かれて、自分たちは1億しか利益が取れないから、すごくね、損なんですよね。だから結果的にこっちの方になるわけですけど、でも理論的にはこっちに行きたいわけです。だから相手の、ね、動向が分かる、情報が共有できる、もしくはお互いに約束する、ね、自分たちで、ね、あのね、価格維持しましょうよっていうことで、 A 社と B 社が、ね、情報共有、もしくは協定を結ぶ、ね、もしくは約束をするということがもしできたならば、ここが取れるわけですよ。 B 社は絶対維持っていうのが分かってたら、自分たちも維持して、ね、5億5億っていう利益を取るっていうことができるわけですよね。なので、もし A 社と B 社が情報を共有したり協定を結ぶなどして、ね、もうね、お互い維持しましょうよと、ね、お互い維持すれば5億5億取れるから、それが一番いいですよねっていうことで、もし A 社と B 社が情報を共有したり協定を結ぶことができたら、両社が価格を維持して5億ずつで均衡ができるとね、
現実的にはこれになる可能性が非常に高いわけです。相手がねどういうふうに出てきても値下げした方が自分たちは得だっていうふうに考えるとこっちになりやすいですけど、本当はここがいいわけです。ってなると A 社と B 社がねお互いに協定を結んだりこうね内々に約束することができて絶対価格維持 し続けましょうねっていうことをやれば、ね、ここは取れるということなんですよね。でこれがいわゆるこう談合の、ね、メカニズムになってるわけですよね。その公共事業があって、ね、例えば国が建設業界、建設会社っていう風にね、ずっと建設会社に対して、ね、仕事をこう、してもらいたい。例えばここに道路を作ってほしいとか、ここにダムを作ってほしいとか、ここに港を作ってほしいとか、ここに空港を作ってほしいって言った時に、本当は A 社 B 社 C 社でこう、ね、入札して、ね、で一番安いところに、ね、公共事業を頼めば、ね、税金が一番有効活用されるわけですよね。A 社は例えばね100億でその仕事を請け負いますと、ね、で B 社は、ね、90億で、その仕事を請け負います、 C 社は80億でその仕事を請け負いますとかっていうことで言った時に、国はねじゃあこの C 社に頼めば、ね、税金を一番安くで、ね、安い税金で、ね、道路を作ってもらったり橋を作ってもらったり、ね、ダムを作ってもらったり、ね、空港を作ってもらったりするってことができるわけです。だから本当はこういう風になってて、ね、これでこうね、均衡の形でいけば、ね、要するにこう価格を高いまま維持すれば仕事をね、受注することができない。下げれば、ね、自分たちは下げる、ね、仕事を受注することができるかもしれないわけです。だからみんながね、できるだけもうね、一番最安値で行こうっていう風に普通はするはずなんですよ。ね。仕事を、ね、100億って言ってね、自分たちは100億です、絶対譲りませんとかって言って、ね、じゃあね、80億の C 社にお願いしますって言ったらね、これ仕事が全く入ってこないわけですよ。ね、それぐらいだったら、ね、自分たちはね、79億ぐらいで頑張ろうと、ね、値下げをしようということで、まあ、普通はね、そういう、こう競争原理が働くはずなんですよね。でも実際は働いてないということです。なんでかって言ったら、ここは談合してるからですよね。談合してる。ね、結局100億 99.9 億、ね、99.8 億みたいな感じで C 社と、ね、で高い価格でここが受注すると。でなんでじゃあ、ね、A 社と B 社は、ね、そうするかって言ったらここが約束してて、じゃあ次はね次の公共事業は A 社が受ければいいじゃないですか、で次の公共事業は B 社が受ければいいじゃないですか、ね、今回はうちが上ね取らせてもらったんで80億じゃなくて 99.8 億で取らせてもらったんで、ね、で次は、ね、建設業 A 社が 99.8 で取ればいいじゃないですかという、ね、ここはこれがいわゆる談合というやつですよね。そうすると自分たちはこういうふうなところで価格を、ね、維持するってことができるということになるわけです。ただまあ自分たちの利益を最大化するってなった時はその談合というのは非常にこう理にかなってるわけですよね。で損をしているのは国で、間接的には税金を払っている国民ということになっているわけです。でね、消費者など顧客が不利益を受けないように、ね、独占禁止法とかっていう法律、まあね、とか公正取引委員会っていうね、こういったね、市場を監視するチェックするっていうね組織があったり法律っていうのがあったりするわけですけど、で実際この法律はあるしこのねチェック機関っていうのはあるんですけど、まあね、かなり曖昧になってると、まあ、だから未だにねやっぱこうね公共事業っていうのは談合っていうのは今でも続いているしね、完全にそのね法っていうののとね白とか黒かって言った時のその灰色の部分グレーの部分っていうのはやっぱりかなり残ってるし、この公正取引委員会がじゃあ今市場のね日本で言ったら例えば GDP500 兆円のどれぐらいをこう監視することができてるのかって言ったらね、まあ、実際はかなりこう曖昧になってるというのが現状ということですよね。だから基本的にはこの理論で言ったら、ね、できるだけ最一番安い値段までこう値下げしてこういう価格になって、そしてこう消費者とか顧客がね不利益を受けないような形になる、まあ、そういうこうね市場原理競争の、力っていうのが働くっていうのが
当たり前っていうか、まあ、理論としてはそういうふうになりやすいんですけど、実際はこういう形で、ね、談合が行われたり、こうね、密かにこう A 社と B 社が情報を、まあ、共有していたり漏らし合っていたり、もしくはもうね、協定を結んだりっていうようなことを、まあ、やって、なんとか自分たちが、ね、生き残ろう、もしくは利益を最大化しようという働きっていうのが起きているということです。まあ、現実的にはこういうふうに、ね、なるはずなのに、理論としての最大の利益のところでこう均衡しようという形で、ね、あの情報共有とか協定というのが結ばれたりしているということですよね。でなお最後に、今回はこの独占禁止法というのをもう少し、やって終わりたいと思うんですけど、ね、独占禁止法というのは、ね、独占を禁止するということですよね。例えば A 社 B 社 C 社が、ね、顧客に対して商品サービスを提供する。で顧客からすると、ね、これは多ければ多いほど自分たちはいいわけです。なんでかって競争してくれるからですよね。でうちは、ね、例えばこれは、ね、1000円ですと、うちは980円ですと、うちは900円ですということであれば、顧客は、ね、ここから買うということができるわけです。だから会社が多ければ多いだけ、どうしても A 社、B 社、C 社っていうのはやっぱね、あの競争するわけですから、ね、価格っていうのは下がりやすいわけですよね。だから競争相手が多ければ多いほど消費者、顧客が、まあ、利益を得やすいということです。だから逆に言ったら、ね、これがもしね、A 社だけですと。A 社だけです、ね、1000円です、ね、もう1000円で、気に入らないんだったら別に構いません、ね、だってその商品サービスを提供できるのはうちだけなんだから、ね、もう1000円ですと。で1000円で気に入らないんだったら別に買わなくていいですよと、ね、あのどうしても必要なんだったら1000円で買ってください、どうしても欲しいんだったら1000円で買ってくださいっていうふうになると、ね、競争があった時は900円で買えたかもしれないのに、ね、競争がないばっかりにもう1000円必ず払わないといけないってなると、顧客は不利益なんですよね。だから独占っていうのを禁止してるっていうのが、この独占禁止法の建前になってるわけです。だからこれは世界的な独占禁止法、例えばアメリカの独占禁止法とか日本の独占禁止法っていうのも同じ考え方をもとにある法律なんですよね。ところがこの法律っていうのは本当にかなり曖昧になってきているんですよね。まだあるのはあるんですよ、あるのはあるんですけど、かなり曖昧になってきてます。なんでかっていうと、インターネットの発達ですよね。インターネットの発達によって、ね、独占が必ずしも顧客にとって不利益にならない、むしろ顧客にとって大きな利益になるっていうことがね、こう生じてきてるんですよね。だからこういう、だから過去20世紀のこの理論、ね、経済学の理論っていうのが新しい21世紀になって必ずしも通用しなくなってきてるっていう事例がかなり出てきてます。つまりインターネットっていうのは経費がかかんないんですよね、基本的に。例えば、まあ、どこでもいいんですけど、ね、どこでもいいんですけど、そのね、まあ、例えば Google とかっていうのはね、あの基本的に、まあ、もう検索エンジンとしてはほぼ独占状態ですよね。まあ、もちろん Yahoo とかね、まだ少しありますけど、ね、でも、もう圧倒的な強さですよね、Google っていうのはね。なんかこう、検索として利用するってなれば、世界で見たらですよ。世界で見たらもう Google で、ね、あの検索をするというのがすごくこう中心になってるわけです。だから Google っていう企業の強さから言ったらね、独占禁止法とどうなんだろうっていうところまで言ってるわけですけど、でも全然ね、問題にならないのはなんでかって言ったら、顧客が損をしてないんですよね。なんでかって言ったらね、ものすごく便利なサイトを無料で、ね、無制限で使わせてもらってますよね。それなんでかって言ったら、インターネットなので、ね、経費がかなり小さい。実際は Google は経費を、ね、負担してるんですよ。あのインターネット上のね、サーバー代っていうのを負担してるんですけど、ね、でも限りなくね、そのなんか例えば道路を作る、橋を作る、ダムを作るみたいな、そのね、原価になる経費っていうのが非常に低いわけです。だからね、すごく独占状態のようにものすごく強いんだけど、ね、そもそも独占禁止法ってなんで独占を禁止してるかって言ったら、顧客が不利益を受けないようにするために独占を禁止してるわけで、ね、むしろこのね、あの企業というのがものすごく強いことで、どん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 良質なサービスを、ね、安い値段、もしくは
無料で受けられるってなると、独占はむしろね顧客にとっては歓迎される状態かもしれないわけですよ。競合他社にとってはたまったもんじゃないですよ。で他の B 社 C 社 D 社にとってはたまったもんじゃないですけど、少なくてもね、あのインターネットみたいなものすごい低価格でものすごく良質などん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 いいサービスっていうのをしてくれるのであれば、顧客にとってはむしろ、ね、独占状態の方がありがたい場合っていうのも出てきてるわけです。まあ、これもインターネットの発達によって覆された経済学の常識ですよね。なので今はこの独占禁止法っていうのがねかなり曖昧になっていて、独占は独占だったとしてもそれによって顧客が不利益を受けてますかと、むしろ利益を得てませんかっていう形でかなりねこう適用が曖昧になっているということですよね。各ねインターネットの業界って言ったらね、もう強い企業っていうのがねもうどんどん出てますよね。例えばそのね物を買うんだったらアマゾンとかね、タクシーを利用するんだったらウーバーとかね、ソーシャルネットワークだったらフェイスブックとかね、どん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 そう独占にかなり近いぐらい強い企業っていうのが出てるわけですけど、それがなぜか問題にならないのはその顧客にとって不利益になってるかどうかっていう視点でね、見た目は独占禁止法違反なんだけど実際は取り締まられてないという状態、まあ、そのねあのかなりこう法律のね、あの白黒のところのこうグレーになっているところというのが非常に多くて、今でも日本とかアメリカでは独占禁止法という法律はあるし、公正取引委員会という組織はあるんですけど、かなり曖昧になってきているというのは事実ですね。ただ、まあ、これが現状だったとしても、今回は、まあ、経済学の基礎、基本、常識といったときに、ね、あの値下げ、値下げって言って、こっちの方に現実的になりがちなのを、ね、何らかの情報共有とか協定とか談合という形でこういうふうにしようという、まあ、そういう心理的な働きっていうのがあるんだというのを今回は学んでいただいたらいいかなというふうに思います。はい、今回の動画がですねあなたの役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。そして現在ですねメルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。